え、全部やった？いやいや、残ってる。残してる。わさびとさ、あの、はい、ご飯炊いて、あの、丼かなんかにしようかなと思っちゃったんだけど。うん。ご飯が少ないよ。買ってこなかった。え？うん。あ、あっちから帰ってきたから。ちょっと今から行ってくるわ。うん。おかず買ってきて。何買ってきてって？おかず。うん、おかず買ってきて。久しぶりにお花いけた、うん、今日は僕は42キロしかできなかった。あ、雨が降ってきた。いつものよりかはね、半分ぐらいやけどね、うん、最初からあんまり雨が降るから、雨が降るからさ、寝るから大ごと。40何キロ言ってもかなり行くでしょ。ここから渋谷ぐらい行く。渋谷10キロよ。渋谷10キロね。片道。品川ぐらい行くかな。首都圏を中心に集団感染が相次いでいて、川口の先上。川口は近いだろ、川口は。裏側ぐらい、裏。裏韓国政府によりますと、昨日の一日で新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されました。まあ、でもいろいろ曲がったから。このうちの八人以上が先生がね、川口なんで。韓国では先月の制限緩和の際に一日あたりの感染者が50人を超えないことを目安としましたが、先月28日以来およそ1週間ぶりにその目安を上回りました。先月初めにソウル市内のナイトクラブで発生した集団感染。今日何人って？20何人って。20何人？あ、51人ってびっくりした。韓国だったんじゃないで。51人って書いてあったから。20何人って？今月に入ってからもソウルの訪問販売の業者で新たな集団感染が明らかになり、これまでに感染者は42人と。受け谷になればいい。韓国政府は今の段階で再び規制を強める方針は示していませんが、室内の十分な換気やマスクの着用などの対策を徹底するよう改めて呼びかけています。被爆から75年となる今年8月の長崎原爆の時の式典で市長が読み上げる平和宣言について、長崎市は感染拡大に触れながら、核兵器についても世界中の人が当事者意識を持つことが大切に必要と訴える。お弁当は弁当買ってこうか。弁当はいいよ、もう食べたから。長崎市長が読み上げおかずでいいね。ご飯がないだろ、それ。ご飯炊いてこう。野菜とか買ってきて。当事者として意識を持つことが必要です。同様に核兵器についても世界中の人々が当事者意識を持つことが廃絶につながると訴えた。ご飯あるやんね、まだ食べればいいのに。委員からは被爆者の思いや原爆投下後の様子にあまり触れられていないため、被爆の実相が伝わらず訴えかける力が弱いとか、新型コロナウイルスを意識するあまり被爆から70年を迎える